非常事態省が保有する水陸両用機 BE-200 非常事態省の救急車ロシア民間防衛問題非常事態自然災害復旧省はロシア連邦の民間防衛自然災害対策等を干渉する機関ロシア版 FEMA とも言えるが単なる統制機関ではなく実動部隊であるロシア民間防衛軍を保有している正式名称が長いため 日本語では、ロシア非常事態省と略称されることが多い。英語では、エメルカウムと呼ばれることもある。非常事態省は、1994年の同省、創設以来、2012年まで18年の長きに、渡って、セルゲイ・ショイグが担当していた。ショイグは、ソ連崩壊後の多発する設備の老朽化による、技術性事故や自然災害に対して、機敏に対応し、 その行政手腕が評価され、ロシア国民からも評価される政治家の一人であった。2012年5月にセルゲイ・ショイグが国防大臣に就任したため、ウラジーミル・プチコフが第二大非常事態省に就任した。ありがとうございます。